こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっと変な服着てるでしょ。まあこれはね、印刷プリントのパーカーなんですけども、ちょっと薄手なんで寒いんですけどもね。なんかこう王宮貴族の社交界みたいな感じでしょ。はい、まあそれはともかくですね、今日も暗号通貨の話題をお送りしておこうと思います。画面切り替えてください。まあつかみがねこんなんですいません。もう再生から離脱しちゃった方が結構いるかもしれないですね。はい、まずビットコインなんですけども、もう簡単に値段戻ってきましたね。本当に1週間のうちに400万円台に行ったり、550万付近に行ったり、もう1日のうちにね、数十万っていうのがどんどん入れ替わるので、このビットコインの日々売買だけで、これ完全に為替取引できちゃうんじゃないかなと、為替差損がね、差益が出ちゃうんじゃないかなと思います。イーサリアムもだいたい18万円前後でずっとね、推移してたんですけども、一旦15万になりましたけども、簡単に17万。ぐらいに戻ってきて、まあ20万にこのまま向かっていくんじゃないかなと私はね楽観的に考えてます。ちょっとちっちゃいんですけども、ビットコインとイーサリアムって両方ともね逆ヘッド&ショルダーみたいな感じなんで、こっからかなり上昇してブーンといくんじゃないかなと思うんですよ。まあこれは私の妄想なんでね、当てにしないでくださいね。で3位のエイダですけども、暗号通貨全体が下がる中でもですね、影響を受けずにエイダ、カルダノだけは順調にその価格を守っている、もしくは上昇しているっていうところが特徴的ですよね。でポルカドットっていうのも、ADA のそのソースを生かしてですね作ってますんで、チャールズ・ホスキンソンさんって ADA の開発者の方もポルカドットいいんじゃないのみたいなこと言ってますよね。通常でしたら著作権をかけたりとか何がしかの制限をかけて、おいポルカドット真似すんじゃねえよ、俺の利益だってなるはずなんですけども、チャールズ・ホスキンソンさんね、 ADA の開発者なんですけども、世界中の貧困をなくしたいっていう名目でね、そういうミッションで、TED でも話されてましたけどもね、30億人のお財布、身分証明、こういったものを目標にしてますので、どうぞどうぞ、カルダノのオープンソース使ってくださいよって感じなんですよ。で、そこにポンとポルカドットが乗っかってきて、ポルカドットも同じミッションなんでね、本当に、すごく強調して、うまくいってるんじゃないですかね。だから早めにポルカドットが、ADA の、まあ、なんていうんですかね、姉妹版だっていうふうに気づいた方は早めに投資してるんじゃないかなと思います。今4000円を超えてますんで、かなりの爆撃だったんじゃないかなと思いますよね。リップルは私個人的にずっと見てるんですけども、 おかげさまで含み益の方に戻ってきましてね、まあ、リップルがまた70円前後とかになればいいなと思いながら、ならなくてもどっちでもいいというふうな投げやりな感じでございます。さあそしてですね、注目のインフィネット博どうなってるでしょうか。私がね、109位上がってるじゃないですか。4円ぐらいになってますね。ちょっと見てみましょうか。ジンフィンネットワークってリップルの代わりになるかもしれないですよ。うん、リップルをぶち抜いてリップルの地位を簒奪するかもしれません。一瞬5円に行ったんですね。やっぱり私が大量取得するよって言った時、あの時が買いのタイミングだったんですよ。まあ倍ぐらいになっちゃったってことですね。あれからいいじゃないですか。ゼンフィンネットワーク買った方ラッキーでしたね。ちなみにゼンフィンネットワークは日本国内の取引所では買えませんので、まあインドダックスとかで買えばいいんじゃないですかね。インドダックスはね、私も行ったことがあるんですけども、インドネシアの取引所ですね。ネムはすごいですね。ネム私も売っちゃったんでないんですけども、ネムね、5円の時に私買って70円の時に売ったんですよ。今85円。わー、すごいですね。90円も超えたんだ。ネムね。わかりました。やっぱりね、ネムですね。結果論では。ネムってのは、通貨自体の信頼性が、ちょっとね、疑問視されてますけども、あれはね、ネムがどうこうっていうよりも、コインチェックが取られちゃったわけですから、コインチェックのセキュリティ問題なんですよ。ね、それを勘違いしてネムは危ないっていう風な印象を持ってる人が多かったと思いますんで、そういう方はネムを売却しちゃったと思うんですよ。でもおかげさまでネムのね、盗難騒動でネムの知名度はむちゃくちゃ上がったんですよね。むちゃくちゃ上がって、ネム自体には私は特に問題がなかったと見てます。コインチェックがたまたまネムを盗まれちゃっただけでね。だって他の暗号通貨取引所でネムが流出しましたとか、ネムがなんか不具合起きましたって聞かないわけですよ。ってことは、今回申し訳ないけども、私の考えではコインチェックがネムに対してのセキュリティがちょっと問題があったのかなと思うんですよね。でコインチェックさんはね、それを認めかどうか分かりませんけども、賠償の方もね、
ネムの損失については全額しますよって言ってますよね。508億円をなんかね保証できるってのはすごいですね。すごいと思います。まあそんなこともいろいろあって、私の勘違いもあるかもしれませんけども、ネムっていうのはね、セキュリティ上問題はないんだけども有名だっていうことで、やっぱり5円になった時に買い場だったわけですよ。あそこでごっそりと買っておいて私は良かったんですけども、私にね付き合って買った方はおめでとうございますですよ。私のねだから読み方っていうのは正解とは限らないですよ。私が勝手に思ってるだけですから。ただなるほどそう考えればいいのかって形で最終的な自己判断のもと無理ない金額買っていただいた方は概ね得になってるんじゃないかなと思います。私がおすすめした通貨で多分損してるものがあるとすれば、進めてはいないんですよ。進めてはいないけども、私が買ったというふうに明言してそれに付き合って買った人が損してるものとしては、フォインでしょね。フォインは私ねもう進めてないですからね。私は買いましたってことを言っただけですから、そして損しましたって言っただけですから、フォイン500万損しましたね、そう言ってるだけですから、フォインを買いましょうなんて全然言ってないですからね。それから、ノアコイン、ノアコインもなんか私が送金したビットコイン、ノアコインに交換するはずのビットコインはなんか消えました。もういい加減にしろとノアコインこの野郎と思いますよ。思いますけども、まあノアコインも私はだからね結果的に損してますね。ノアコインね本当にね締め切りギリギリまで私買わないって意識だったんですけども、なんか批判めいたね買っとかないと損だとかって勧めてくる方がねいらっしゃって、それに心揺れちゃいましたよね。だから人の意見聞いて買う買わない決めちゃダメなんですよ。最終的には自分で決めたっていうふうに思わないとね。ですので私もそう思ってますんで、私にね一生懸命勧めてくださった方、別に責めてないですからね。だからまた仲良くしましょう。そんなのつきものですから。フォインもそうですけどもね、私が損したから気まずくって離れていくのはそんなこと気にしなくていいですから、良かれと思って勧めてくれたわけですからね。そんなね みみっちい人間じゃないですから私も。だから最終的には私が決めたわけですから、私が契約して私が送金したわけですからね。何もね私の口座から手をこうやってね突っ込んでやったわけじゃないでしょ。最終的には私の判断がミスというか、私もプロですからね、いちいち人のせいにしないですから大丈夫ですよ。ギャグで言うだけですから。その他暗号通貨で私は買わなかったんですけども、スピンドルの話題を結構ね出しましたんで、これは私は買わないなっていうことを言い続けたのに、私の放送で皮肉にも買った人がいたんですよね。久保さんがスピンドルを強調するから買っちゃったじゃないですかみたいな、損しましたとか言ってますけど、私はスピンドルを買わないって言い続けて動画撮ってたんですからね。まあ、ガクトさんにはちょっとがっかりしましたね。まあ、そこまでやるかみたいな、まあでもいいですよね。ガクトさんの人気が落ちないのは不思議なんですけども、まあ、ああいう人もいるんですよたまには。あえて偉そうにしてて分かったふうなこと言っててこけ続けるんだけども人気が落ちない人っているんですよ。いいじゃないですかそれはそれでね。最終的には自分がどう決めたかですから。はい、それで、その他は特にないな。まあ、昔ねビットリージョンっていうのがあって、そこでなんかねやらかしちゃったことあったんですけどね。あそこに5ビットぐらいを出し入れてて、で当時30万円ぐらいのビットだったんで150万当時の価格で、まあなんか消えちゃったみたいなことがありましたけども、まあまあでも当時のねビットコインっていうのは、私本当になんかビットコインが2万3万の時に最初買ってますからね。それを買ったまま放置しとけばよかったんですけども、焦っていろんなところにねばらまいちゃったんで、まあ試しもあったんですけども、でダメだってことが分かって今に至るわけなんですけども、結局この前ねバイナンスをねずいぶん前に作ったことがあって、そこに再ログインしてみたらなんかビットコイン残ってたんですよね。なんかそういうのあるなと思いますよ。いろんな取引所にわけも分からずログインして、そこに、まあ、ビットコインを入れといたんですけども、今ね思い出して一個ずつログインしてみたら、なんかその1ビットとか2ビットとかバーッとねいろんなところに送ったりするんですけども、なんか 0.5 とかね、なんかそういう端数が残ってるんですよね。それ集めたら結構なものになって、あれあれなんかわかんないけども、当時損したと思った分全然今の価格で言うとビットコイン損してねえなみたいなね、そんな形になってました。だからいろいろね新規参入すると早めに情報をつかむと、やっぱそれだけで優位には立てるなっていう風な感じですね。まあ、人によってはねここ 2,3 年で暗号通貨を知りましたとか、アカウント作りましたって言った方もいると思いますけども、そういう方は先行者利益ではなくて、いわゆる真っ当な金融知識で攻略するってことになると思います。最後にまとめになりますけども、
先行者利益ってのは実はね、いいことばっかりじゃなくてリスクも高いんですよ。なぜなら取引所の、アカウントを作るのも前例がないんで、情報落ちてないんで、自分で試行錯誤するしかないんですよね。それからですね、どの取引所が安全なのかってことも分かんない時期に口座開設するわけですから。だからいろんな口座を作ったり、ウォレット作ったりとかして、大半は飛んでるんですよ。ね、ウォレットでも飛ぶんですよ。だそういうわけの分かんない時代に参入したからこそ、一部の新規参入組が結果的にうまくいくっていうところもあるんですよね。いろんな障害を乗り越えて、いろんな詐欺をくぐり抜けて生き残ることもできるんですよ。で、複数分散することっていうのは、そのうちの一つが5年がかりで生き延びてたら、それはすごく大きくなってるねってことなんですよ。で、それを後付けで、私は最初から分かってましたっていう人がいるのか、それともいろいろやってここだけ残ったっていう正直な人がいるのかっていう差なんで、そこは見抜いていただければいいんじゃないですかね。まあ、私はね、2014年から2015年にADAをなんか半信半疑で買ってね、その後まあビットコインもいるのかって感じでビットコインも買ってみたいなところで、イーサリアムっていうのは本当つい最近ですからね、本当3年ぐらい前ですか。イーサリアムは本当最近参入組です、うん、なんかイーサリアムの価格が3万円を切ったから買ったって感じですから、そしたらね最近20万円ぐらいになって大きな含み益を持ってるなってことで、あ、うまいタイミングで買ったなってところですよね。だから本当全部ね、振り返ってみたらタイミングが全部良かった。分かってて買ったことなんてなかったんですよ。分かっていたのは、この暗号通貨っていう市場が新たにできたってことだけです。新たにできたってことは、少なくともそこに流れる資金があると分かっただけで、無数にある暗号通貨のうちどれを買えばいいのかなんてことは分かりませんでした。うん。だから ADA っていうのは本当たまたまご縁があったんで買っただけと。たまたまなんかうまくいったと。そこに改めて興味を持っていろいろ調べていったら、情報発信するものがいろいろできたんで、2016年、2017年はね、カルダノの発信をいっぱいして、そこでチャンネル登録の方が5000人ぐらい増えたのかな。カルダノなんてまだね、その頃は見向けもされてなかったですからね。最近はカルダノエダあれでしょ、ファンの方が結構いて、こうやったら儲かります、ステーキアンコーですみたいな、そういう方も結構出てきてらっしゃいますよね。だからそういう方っていうのは3年前とかいなかったはずなんですけども、そういう意味も込めてね、カルダノに注目が集まってきて本当良かったなと思います。別に私そういうふうな、最近ね、カルダノの動画放送した方をにわかだなとかね、俺は昔からやってんだよっていうふうな一部の方みたいには思いませんから、全然私もにわかですしね。で、新しい方が入ってきてくださったおかげで価格が上がってますから、ありがとうございますですよね。新しく入ってきて、でそれを YouTube 発信してる人をなんかね叩くみたいな、おかしなね、フル株っていうのはまさに老害って言われちゃうと思いますんで、私はね、どちらかというと応援する気持ちですよ。新しく入ってきてくださった方、本当ありがとうございます。もう私がADAの発信しなくても良くなってきましたんでね、私は別の、もっともっとね、まだ見向きもされてないものの情報を発信しようかなと思ってます。最近はだから全品かなと思ってますけどね。はい、お話が長くなりました。今回は以上です。